い、グレン、執務室にいる？グレン、グレン、いないの？まあでも、いるの分かってるから、勝手に扉開けちゃうんだけどね。はあ？いねえから開けるな！やっぱりいるじゃん、グレン。はい、僕だよ。僕だよじゃねえよ、深夜。消えろ、邪魔だ。顔がうざい。そんなこと言って、あえて嬉しいって顔してるよ。ああ？誰が？君が。ざっけんな。ちょっと俺の顔よく見てみろ。すげえうざそうな顔してるだろう。いやでもいつもの顔だよ。ああ、そうだ。つまりいつもお前が嫌いなんだよ。え？嘘？そうなの？好かれてると思ってた。もういいから消えろって。ところでグレン、僕暇でさ。知るかよ、俺は忙しいんだよ。お邪魔します。入ってくんな。やった。勝手に座んな。コーラでいいよ。ぶっ飛ばすぞ。怖い声出すなよ。もう一体何なんだよ、何の用だ。いや、なんか君が面白そうなことしてるって聞いたから仲間に入れてもらおうかと思ってさ。ああ、何のことだ。君の直下の舞台、月季の組の話。最近新人たちを入れて教育を始めたんだろ。その話か。何でもそこに苦労に装備持ちが3人もいるらしいじゃないか。でも苦労には制御が大変だ。精神状態を落ち着かせるのにも訓練がいる。うまくいってないなら教育を手伝ってあげてもいい。いらねえよ。大体その情報はどこから聞いた。ヒイラギの上層部から俺を監視しろって命令でも受けたか。違うよ。僕は純粋に友達として。帰っていいぞ。まあそう邪険にするなよ。いまいち教育がうまくいってないから助けてほしいっていうのは君の従者の子からの言葉だよ。さゆりか、あいつ余計なこと。なんだっけ、ゆうちゃんっていうのと君月君っていうのがもう仲悪すぎてチームとして機能してないんだって。その問題は終わった。シノアに任せて教育を施し、今ではユウも君月も仲が良すぎて毎日一緒に寝てるくらいだ。それは絶対嘘でしょ。どちらにせよお前の出る幕はない。よし、話は終わりだな。さっさと帰っ。中佐、私のことをお呼びと聞きました。あった、タイミングよくシノアちゃんが来たね。何そのうめき声。なんでもない。とにかくお前は帰って。シノアちゃん、入って。勝手に入るな。1時間後に出直せ。入ります。あ、ヒイラギ深夜少々。やあシノアちゃん、久しぶり。どうも。グレン中佐はなんでしかめ面で舌打ちしてるんですか。嫌いな奴が部屋にいるからだ。では帰りましょうか。お前のことじゃない。え、ではつまり中佐は私のことが好きだと。言ってねえだろ。てか、うざい奴が同時に部屋に来るな。処理しきれねえだろ。呼びつけておいてその言い草はどうかと思いますが。で、何でしょうか。舞台の状況確認ですか。ああ、なんだ。その話はまた。そうそう、グレンは優しいから新入りたちの様子をずっと心配してるんだよ。黙れ深夜。で、実際のところはどうなの。新チームは仲良くなってうまく機能してる。特にユウちゃんと君月くん。そうですね、ちょうどさっき私が見た時には、ユウさんの右拳がコークスクリュー気味にこううまい具合に君月さんの顔面にめり込んだので、てめえぶっ殺すぞこらーと叫びながら君月さんがユウさんを蹴りつけたくらいには仲が良くなって。全然仲良くなってねえじゃねえか。シノア、お前ちゃんと仕事しろよ。心外な、もちろんしてますよ。仲良くしなきゃダメですよって小声でそっとつぶやいてから立ち去りましたし。はあ、なんか俺はもう疲れたよ。よし、やっぱり僕の助けが。いらねえから。シノアちゃん、高校時代からチーム組んでる僕やグレンが急速に仲良くなることができた愛と青春の仲良しになるぞ任務を君に与えてあげよう。仲良しになるぞ任務？何ですかそのバカそうなのは。それにそもそも俺とお前は仲良くねえだろ。またまた、あの暑い夜のことを僕は忘れてないよ。え、とりあえずその件についてはすぐにあることないこと言いふらしておきます。もういいからお前ら帰ってくれ。
冗談はさておき。で、どんな任務をこなすと仲良くなってチームワークが良くなるんでしょう。ね、ああ、じゃあ新入りみんなに向けてちゃんとした指令書書いてあげるよ。おいで。はい。深夜。何？お前本当に暇なんだな。いや、暇っていうか実は仕事したくない病なんだよね。クズかよ。クズですね。ひどいな。グレンはもっと仲間に優しくなるぞ任務をこなした方がいいと思うよ。まあそれはさておき、シノアちゃん、この指令書を持っていくといいよ。はい。おお、なるほど、この指令書ですか。確かに面白そうですね。でしょ。ではこれを持ってユウさんたちのところへ行ってみましょう。